中央日報は韓国の朝鮮語の日韓新聞である。1965年創刊。本社をソウル特別品区に置く。時事通信社、日本経済新聞社と友好関係にあり、日本総局を東京都中央区銀座の時事通信ビルに置く。もともとは、李平鉄が創刊したサムスン財閥系の有刊誌であり、後に長官誌に転換。 同罪は月へということで、かつては東洋放送も所有していたが、全都官政権の言論党配合により、1980年11月30日に廃局。同局は KBS に統合された。TBC が使用していた、周波数は今は KBS が使用している。また、少年雑誌、少年中央も廃刊となった。その後、2010年に、 李アキヒロ政権の規制緩和政策により、新聞社にもテレビ放送事業への参入が認められ、中央日報もテレビの総合編成放送への参入を、大韓民国放送通信委員会に申請した。その結果、同年12月31日に、東亜日報、朝鮮日報、毎日経済新聞と共に認められ、約31年ぶりに、 テレビ放送事業が再開される運びとなった。また、中央日報が設立するテレビ新局 JTBC に日本のテレビ朝日も全体の3.08%にあたる130億本分出資し業務提携する。テレビ朝日の親会社である朝日新聞社は中央日報の競合誌である東亜日報と提携している。また、公式サイトは マイクロソフトが運営する MSN と提携している。論調としては、旧サムスン系列ということもあり、実利主義的、またはエンターテインメントの色が濃く、トーンは世論の動向に左右されやすい。朝鮮日報、東亜日報と合わせて、朝、中、東として保守系種の代表格とされるが、実利主義、現実主義を標榜するだけに、朝鮮日報や東亜日報に比べて保守色は、 若干弱い。そのため、中道左派、進歩派の代表的新聞であるハンギョレと併読する人も多い。支持率の低かったロブゲイやリアキヒロ政権では政府に批判的な立場を取ることが多かった。また、湖原ホールなど文化事業にも積極的に取り組んでいることから文化面に強いという評判がある。同社記者ら関係者によれば現在では サムスングループからは分離しており、論調に影響は受けていないと語るが、記事や論調の傾向からは、実際には少なからず、サムスン電子の影響を受けている。なお、同社会長である、コースズ会長は、サムソンの利権機会長の妻である、広白機の実定である。対日関係については、論説委員の中でも、金英記をはじめ、日本語が堪能なベテラン記者が多く、 日本に厳しい意見が強い韓国新聞会にあっては、比較的日本に恩恵な立場を取ることが多いとも、される。しかし近年では、蒸気新聞以上に、記者個人による主観的な対日批判を繰り返している。また、竹島問題で、とりあえず地図をあれこれ公表してみるというのが一種の風物となっている。地図区域一覧図などは、天気予報の天気図のような、 地図区域であるが、日本が1930年代に、韓国領と名記という話になっている。2011年3月11日に、日本で発生した東北地方太平洋沖地震の翌3月12日には、一面に日本沈没という見出しとともに、津波に飲み込まれ壊滅した街の写真を掲載し、日本映画、日本沈没と比較した。 これに対し日本側の反発や韓国国内からも非難が殺到した結果、同年12月27日に反省文を掲載し、震災紙面を変更した。2013年5月20日、中央日報のコラムニストのキムジン論説委員が、安倍首相が視察の際に試乗した、ブルーインパルスの機体番号が731だったことを韓国メディアが指摘していたことを受けて、 丸太の復讐を忘れたかという挑発的な表題で日本に原爆が投下されたのは神の懲罰だ。原爆投下は旧日本軍の731部隊の生態実験に動員された犠牲者の復讐と論評した。これに対しては広島市への原子爆弾投下で被害を被った広島市の松井和美市長や長崎市への 原子爆弾投下で被害を被った長崎市の田植え、副市長などが批判したほか、被爆者には朝鮮人やキリスト教徒も含まれるため、一部の韓国メディアや指揮者からも批判が上がった。在来官民国日本大使館が中央日報に遺憾の意を伝えると、社の意見ではないと弁解したが、菅義偉内閣官房長官は断じて許すことはできないと批判した。その後、 県の記事について、インターネット配信記事は日本語版のみが読めなくなり、母国の朝鮮語版向きには記事を読ませるという形で、使い分けを行っている。黒田勝博によると、韓国マスコミの対日報道は、誤報と分かってもほぼ訂正されることはないという。その後、記事を書いたキムジン論説委員は5月27日付の同紙で釈明記事を発表して、趣旨と異なり、 日本の原爆被害者と遺族を含め、心に傷を負われた方に、遺憾の意を表明しますと釈明し、遺憾の意を表明することを迫られた。しかし新聞として、論説の撤回や謝罪といったことは行われていない。韓国人作家、イ・ウォン・ホ出した小説、千年半、津島を取り上げ、津島が、韓国領土で、日本の千年侵奪死を忘れるべきでない、としている。 ありがとうございます。